こんなの初めて。助かったのじゃ。まだお尻に違和感が。それより全身が痛いのじゃ。町に知らせるのが最優先じゃろう。わらわも一日もあればかなり回復する。なんという存在の扱い、新感覚なのじゃ。何倍も強くなったんだ。もう負けはしない。必ず勝ってみせます。俺たちはついに歴代最高到達点まで来たぞ。万象羽ばたき天へと至れ、幻想戦。そうだ、俺たちの勝ちだ。絶弾。そうね、最初はどうなるかと思ったけど。ちゃんと抱きしめてやんなさいよ。南雲くん変わったわね。勝ったのよ。熟成の味、むしろ見て、リー、私とお前の差を教えてあげる。私はゆえでいい。香りの挑戦受けて立つ。全部初めのだから、いっぱい見て。お兄ちゃんたちはいいの？一緒にいるの？やー、お兄ちゃん、ミュウのこと嫌いなの？やー、パパはミュウのパパ。やっぱり南雲くんなんですね。生きて本当によかった。先生は絶対に許せませんよ。お説教です。そこに治りなさい。そして全てをなぎ倒して。聞け、ウルの町の勇敢なる者たちよ。我々の勝利はすでに確定している。俺がゆえを、ゆえが俺を守る。それで俺たちは最強だ。あ、ひどいですよ、はじめさん。私のファーストキスを奪っておいて。お待ちください。とどめです。どこか負けてないところはあります。勝ってます。その通りだぜ。いつまでも負けっぱなしは性に合わねえ。ここらでリベンジマッチだ。たけい、血を割る力をここに。オーレキ炎天。そうだね、何か飲もっか。コウキ君もちゃんと抜根して、僕だけのコウキ君にしてあげるからね。僕流オリジナル高齢術、抜根ってところかな。ここは聖域なりて心敵を通さず聖絶。私が守る。嘘だよ、ヘリリンが、ヘリがこんなことするわけない。まさか馬に乗るより走った方が早いとか言うんじゃないわよね。それってもうこの料理が食べられないってことですか。ナグモ、俺言えなかったな。無駄にしない。助けてもらったこと絶対に無駄にしないから。もう誰も奪わせない。あなたを踏み越えて私はこの先へ行く。しずくちゃん、ううん、なんでもないの。ただここまで来たんだなってちょっと思っただけ。優しき光は全てを抱く降臨。あれはお前が剣持っても意味ないだろ。マジ無能なんだしよ。ナグモは死んだんだ。適当なこと言ってんじゃねえよ。やっと手に入れた。やっぱり南雲なんかより俺の方がいいよな。そうだよな、香織。あ、ベヒモス一撃かよ。南雲、嘘だろ。ステータスプレートも見たんだから間違いないって。みんな助けを呼んできたぞ。永久の魔物の発生原因は解明されていない。一度倒した魔物と何度も遭遇することも普通にある。来るぞ、退路の確保を忘れるな。ここのマップは不完全だ。何が起こるかわからんからな。行儀だと。その言葉そっくりそのまま返してやる。それは相当な実力者だな。そもそも薄汚い獣風情と人間を同じテーブルにつかせるなど。せめてその醜い耳を切り落としたらどうだ。そうすれば少しは人間らしくなるだろう。私は最低だ。みん
な死んでしまったのに、何の役にも立たない私だけ助かって。はい、そうです、ビル・クデタです。あいつだ。それでも、それでも殺してしまったことには変わりないじゃないですか。地獄に自ら足を踏み入れるとはね。あんた本当に人間？なるほどね、あの方と同じならその化け物じみた強さにもうなずける。ウルの町での任務も失敗に終わった。作戦は成功し、6万の魔物がウルの町ごと北条の女神を蹂躙するはずだった。だがイレギュラーに潰されたのだ。新たな寝台魔法を手に入れ、さらに力をつける。何としてもだ。ドレアが死んだなんて、そんなのあるわけがない。あいつにはあれだけの魔物がついて。バカな、レイスまで。そうだよね、まだ信じられないけど、なんだかそのワイルドになったね。おまけにモテモテだしな。女ヘマするか。対面だろ、まずは名乗れよ。でば、ここに連れてこられた時、海人族のちびっ子もいたな。かわいそうに、俺と同じようにどこかに売り飛ばされるんだろう。この町にはでかい人身売買の組織がある。ありがとうよ、ハボー。